皆さんこんにちは、私下村楽器ララポート甲子園店管楽器スタッフの田中みどりと申します。本日は、管楽器ケースで人気のバムケースより、パリとカラーズのケースのご紹介をしたいと思います。2つともすごく個性的なデザインでカラフルで人気のケースなんですけども、形は実は一緒のような作りになっています。でまず、パリからご紹介をしたいと思います。はい、まずパリのおすすめのポイントとしたら、もうこのカラフルなデザインです。すごくね、かっこいいデザインにもなってるので、男性の方でも背負っててすごくかっこいいケースになってるかなと思います。で作りをちょっとご紹介したいところが、まず取っ手のところがすごくこんな風に持ちやすくなってて、持ってても疲れない作りになっているかなと思います。いいポイントです。で、次にですね、ちょっと中身を開けていきたいと思うんですが、まず金具のところですね、ここがもうワンタッチでパンと開けれるようになっておりまして、すごく楽に開けれます。機能性がいいですよね。で中身もこのような作りになっていて、すごく見て分かってもらえるかなと思うんですが、すごくクッション性が高いものになっています。ベルのところもこんな風にしっかりクッションがついているので、しっかり皆さんの大事な楽器を守ってくれるケースかなと思います。でこのように小物ケース、お手入れセットとかいろんなものを入れれるようになってみたり、あとネックの付属のケースもついています。しっかり収納されるかなと思います。であと実は、後ろの方にも収納スペースはございまして、皆さん楽譜とかも持ち運びされるかなと思うんですけども、このようにここが収納スペースになっています。開けたらこんな感じでちょうどいい感じですね。で実はここがクッション性にもなってたりするので、背負っててもすごく気持ちよく背負えるようになっています。よいしょ。であといい点としたら、ここの背負うストラップの部分ですね、ここがつける部分が、このように取り外しをするようになっているんですけども、ここがスクリュー製になっているので、よいしょ、こんな風に止めてしまったら外れないようになっています。なのでうっかり外れてしまうっていうことがない商品になっているので、安心かなと思います。では実際に背負ってみたいと思います。こんな感じです。結構軽くもなってて、持ち運びしやすいかなと思います。次にカラーズなんですけども、カラーズパリと同じ作りにはなっているんですが、もう違う点としてはこのデザインですね。すごい緑を基調としていて、ただ上品になっているので、結構女性の方でも可愛らしく背負っていただける商品なんじゃないかなと思います。私的にはこっちの方がデザインは好きです。皆さん2つともご紹介させていただきましたが、気に入っていただけましたでしょうか。もし気になるようであれば、お店に来ていただいて実際見ていただけたらと思います。ではご紹介は以上となります。